アレクセイ・グリゴリエヴィチ・オルロフ伯爵は、ロシア帝国の軍人、政治家。エカチェリーナ2世の時代に活躍したオルロフ家出身。オルロフは、ロシア帝国陸軍に従軍していたが、兄グリゴリー・グリゴリエヴィチ・オルロフの影響で、皇帝ピョートル3世を廃位して、エカチェリーナ2世を女帝に即位させた1762年の、宮帝クーデターの首謀者の一人になった。 クーデターは成功し、ピョートル三世は投獄されアレクセイ・オルロフの監視に置かれた。そして、オルロフが、ピョートル三世の殺害を命じたか、自ら言ったと広く信じられた。エカチェリーナ二世が即位すると、オルロフ家には、報奨が与えられ徴用された。アレクセイは昇進して1768年から1774年までの、ロト戦争に参戦。 1770年に艦隊を率いて地中海に遠征してチェシュメの海戦でオスマン艦隊を破った。この戦考によりチェスメンスキーという損傷を与えられ、またギリシャではオスマン帝国に対するオルロフ反乱が勃発した。オルロフは地中海に泊まりタラカノバミコというロシア定位の戦勝者を捕らえるよう命じられた。彼は タラカノバを誘惑して、リボルノで、ロシアの船に乗る容姿向け、そこで彼女を逮捕して、ロシアに連行した。しかし本国では、オルロフの兄が、エカチェリーナ2世の寵愛を失ったため、オルロフ家の県政も終わりを告げた。アレクセイは、家畜のブリーダーとして知られるようになり、オルロフトロッターという馬の品種を作り出し、オルロフという鶏の品種を広めた。 エカチェリーナ2世が死去して、息子のパーベル1世が即位すると、オルロフは出国したが、パーベル1世が死去すると帰国、以降1808年に死去するまでロシアに住んだ。1737年10月5日、ロシア帝国、トベリ県、リビーニーで、オーノブゴロド総督、グリゴリー・イバノビチ・オルロフの息子、グリゴリー・グリゴリエビチ・オルロフの弟として生まれた。 プレオブラジェンスキー連隊に所属した後、7年戦争に参戦して、頭角を現し、1758年のツオルンドルフの戦いで、負傷、1762年までに、歌手官になった。背がかなり高く、頬に傷跡があると形容され、ハンコンガオというあだ名を付けられた。オルロフは、兄グリゴリーと共に1762年の、宮廷クーデターに関与。 皇帝ピョートル3世を排位してその妻エカチェリーナ2世を女帝に即位させた。クーデターの最中、オルロフはペテルゴフ宮殿で寝室にいるエカチェリーナを見つけ、彼女に、夫人、あなたが統治する時が来ましたと宣告した。オルロフは馬車で彼女をサンクトペテルブルクに連れて行き、このエレン隊はそこで彼女に忠誠を誓った。 ピョートル三世は逮捕され、ロップ社に投獄され、オルロフが監視となった。ピョートル三世は、同年7月17日に、そこで死去したが、オルロフが、エカチェリーナ二世の命令か独断で、ピョートル三世を殺害したと広く疑われている。例えば、エドワード・ラジンスキーの著書によると、オルロフは、ピョートル三世に、得意のワインを与えたが、血管が焼けるように感じたため、 ピョートル三世はもう一杯飲むことを拒否した。オルロフたちは、武力で、ピョートル三世に飲ませようとしたが、ピョートル三世が必死に抵抗したため失敗に終わり、また、ピョートル三世に傷をつけることも回避したかったため、結局オルロフたちは、ピョートル三世を、窒息死させた。ピョートル三世の死後、オルロフは、エカチェリーナ二世に手紙を書き、ピョートル三世が酔って、 監守の一人、ヒョードル・バリャチンスキーと喧嘩した時に死亡したと述べ、責任を持った。この記述が事実かどうかは広く疑われ、公式では、ピョートル3世が出血を伴う戦痛で死亡したと発表された。カール・ルート・ビヒ・クリスティネックによる、肖像が1779年、エカチェリーナ二世が即位すると、オルロフ家には、包抄が与えられ徴用された。 オルロフは少々に昇進して伯爵に除され、兄と合計で5万ルーブルと、濃度800人を与えられた。外国語を話せず、正式な教育をほとんど受けなかったものの、オルロフは科学への興味を持ち、ミハイル・ロモノーソフや、デニス・フォンビー人のパトロンになり、ジャンジャックルソーとも文通した。領地経営では、飼育に興味を持ち、 オルロフトロッターという馬の品種を作り出し、オルロフという鶏の品種を広めた。1768年から1774年のロト戦争ではギリシャへの遠征を計画、ロシア帝国海軍の艦隊を率いて1770年7月5日のチェシュメの海戦でイギリスの海軍軍人の助力を借りてオスマン艦隊を撃破した。これにより百七十四年に チェスメンスキーという損傷と、セイゲオルギー勲章第一等を与えられた。この遠征により、ギリシャで、オルロフ反乱が勃発。初期は、成功を収めたもののロシアからの支援が長続き、しなかったタメオスマン軍に鎮圧された。エカチェリーナ2世は続いて、オルロフに、エリザベータ女帝の娘を称するタラカノバミコを捕らえて、ロシアに連行するよう命じた。オルロフは、 タラカノバミコの支持者を装って、彼女を誘惑することに成功し、1775年5月に、リボルノで、ロシア戦に乗船させることに成功した。彼女はそこで、サミュエル・グレーグ提督によって逮捕され、ロシアに連行、そこで投獄された後死亡した。直後に、オルロフ家が、エカチェリーナ2世の長愛を失ったため、オルロフと、兄グリゴリーが罷免され、 オルロフは、モスクワ近くにある宮殿に引退してきらびやかな、舞踏会や晩餐会を開催、自身を、モスクワで、最も人気のある男にした。エカチェリーナ2世が1796年に死去すると、神帝パーベル1世は、父ピョートル3世を盛大な儀式で、改めて埋葬。オルロフは、ンオけの前に、ロシア皇帝の冠を持つよう命じられた。 オルロフは一時パーベル一世を殺害した犯人の一人と疑われた。オルロフはパーベル一世の治世には出国していたが、パーベル一世が死去して、アレクサンドル一世が即位すると帰国して、モスクワに戻った。第四次大仏大同盟戦争中の1806年から1807年には、自腹で、モスクワ大五の民兵を編成して指揮した。 1808年1月5日、モスクワで死去した。その遺産は500万ルーブルの価値があり、濃度が3万人もあった。1782年5月6日、エブドキア・ニコラエブ・ナ・ロプーヒナと結婚、1万1条を設けた。エブドキアは1786年に、イヴァンを出産するときに死亡した。他にも、アレクサンドル・アレクセイエビチ・チェスメンスキーという書士が、 いたとされる。ありがとうございます。